ウォーラー軍はアメリカ合衆国テキサス州の東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は43,205人であり、2000年の32,663人から32.3%増加した。軍庁所在地はヘンプステッド市であり、同軍で人口最大の都市はハリス軍などにまたがっているケーティ市である。 ウォーラー軍は1841年に設立され、軍名はバージニア州生まれで、オースティン市所大市長、テキサス独立宣言に署名したエドウィン・ウォーラーにちなんで名付けられた。ウォーラー軍は、ヒューストン・シュガーランド・ベータウン大都市圏に属している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は518平方マイルであり、このうち陸地514平方マイル、 水域は4平方マイルで、水域率は0.94%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。持ち運びできる冷蔵庫の製造者、イグルーコーポレーションが、軍内のブルックシャーとケイティの間の未編入領域に本社を置いている。2004年、イグルーは、軍内で管理部門、物流製造を統合していると発表した。ケイティは、 ハリス軍で法人化されており、一部がウォーラー軍とフォートベンド軍に入っている。ヒューストン・イグゼクティブ空港現在計画中のトランステキサスコリーダーの TTC-69 路線が軍内を通ることになる。ヒューストン・イグゼクティブ空港がブルックシャーとケーティの間の未編入領域にある。スカイダイブ・ヒューストン空港が軍内の未編入領域にある。 ヒューストン空港システムによれば、ハリス郡ヒューストン市にある、ジョージ・ブッシュ・インターコンチネンタル空港の主要、サービス範囲に、ウォーラー郡が入っている。さらに、ヒューストン市内にあるウィリアム・ P ・ホビー空港も、商業便を運航している。ザ・ウォーラー・タイムズは毎週月曜日発行の、地方ニュースとスポーツニュースを掲載する新聞である。1991年に創刊され、 現在も創業者家族が所有し運営している。ウォーラー軍の公教育は下記4つの独立教育学区が管轄している。昔から黒人の大学であるプレイリービュー A&M 大学の学生が軍内で投票することを認めるか、軍役人が躊躇していることについて議論が交わされてきた。ありがとうございます。